保有株の売り注文の操作手順をご案内します。画面最上部の取引をクリックします。画面左のメニューの現物注文売るをクリックしてください。お客様がお持ちの銘柄が表示されますので、売却したい銘柄の右端にある現物売りボタンをクリックしてください。ここでは、岡三証券グループを売却する例を説明します。保有銘柄の岡三証券グループの右端にある現物売りをクリックしてください。注文内容の入力画面が表示されますので、売却株数、単価、注文の有効期間などの必要項目を入力、ご指定ください。ここでは、保有の1000株を差し値905円で発注する例を説明しています。ここに保有株数が表示されます。ここに売却する数量1000株と入力します。差し値を905円と指定します。期間を確認します。インサイダー情報に基づく取引に該当しないことを確約する旨のチェックボックスにチェックを入れ、注文確認画面へをクリックしてください。ご注文内容を最終確認し、日本株取引パスワードを入力してください。注文発注をクリックし、発注が完了いたします。注文状況については、注文紹介にてご確認をお願いします。